皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は夏休み入ってあやさんどうしても行きたいって言ってたところあるんだよね。うん。どこ？スミクグラス店。はい、こちらになります。なんと名古屋の方にこのすみっこ暮らし店っていうのが来るっていうことでどうしても行きたいって言ってたんです。はい。でなかなかカノの出産とかがあって行けなくて、もう本当に最終日間際なんですけど、ようやく行くことができそうなので今から行ってきます。はい。でも行くのはパパとアヤだけで行ってきます。はい。ママはお留守番なのでいっぱいお土産買ってきてください。はい、レッツゴー。はい、いよいよ会場に着きます。いいですか？今度はチケットを買うために並んでます。チケット買う？うん、大人はチケットがいるんだから。横田さんなの。ピースてよ。はい、チーズ。いいよ。足早に行く姫。なーに、ほら、おー、いっぱいおる、なんかおる。ありえない、生き残りかけ。1枚取ってこいよ。チーズ。おかえりなさい。はい。どうでした？楽しかった。ここら辺では見ないグッズなどがたくさんあって楽しかった。ほんと？うん。いいな、いいな。で、どんなものを買ってきたかちょっと見せてほしいなと思うんですけども、まず、あやさんセレクトだね。うん。はい。今回展示があったのが松坂屋さんだったので、ちょっと袋が松坂屋なんだけど、中身はすみっこ暮らしのアイテムなんだね。うん。はい、じゃあ見せてください。せーの、じゃん。これはすみっこ暮らしの鉛筆です。なんか結構細かい絵が描いてあるね。うん。2種類しかなかったの？もっとあったんだけど、うん、一番良かったのはこの2つ。なるほど。で、小学生愛用の 2B の鉛筆ですね。はい、せーので。あ、消しゴム、はい、これあれだね、まとまるくんでパッケージが違うやつだね。うん。あー、積み上がってますね。うん、せーの。お、定規ですね。これエビフライの尻尾のだね。これ低学年では禁止されてる定規なんですけど、こうブニヨーンって伸びると30センチ定規になるやつです。はい、これだね。30センチ定規。せーの。あれ、あやさんの好きだったキャラクターって尻尾だったっけ？違う、いなかったの。あ、そっか。あやが行った時はもう結構終盤だったから売り切れたグッズ多かったんだね。で、なんか知らんけどエビフライに惹かれたからエビフライ買ってる。はい、わかりました。これを買ったのはある理由があるから。お、なるほど。じゃあラストになりますか。はい、これをつけたかったからです。お着替えすみっこセット。これなんかあの着せ替えに使えるやつですね。はい。なんか帽子にコート、カバン、お洋服を手乗りぬいぐるみに頭からかぶせます。でもこれ邪魔じゃないの？これ大丈夫。こちらに着せるためにお洋服も買ってきたそうです。これがあやさんセレクトのすみっこ暮らしのグッズです。はい。あやさん、なんかパパにおねだりしたらしいね。お小遣いで買えないからって言って。じゃあそれも見せてもらいましょう。はい。パパ悲鳴あげてました。えって。まあ、あやさんが使わなかったらカノが使うので、別に一緒に遊んであげてください。はい。よだれがつかない程度。やめて。せーの、じゃん。あれ、定規逆転。はい。お着替えすみっこデラックスセット。トカゲの秘密地下室編っていうことで、大きいセットを買ってきました。トカゲの水槽、手乗りぬいぐるみのトカゲ。あ、手乗りぬいぐるみのトカゲだからこれ着れるんじゃないの、これ。そう、お着替えすみっこ。うん。で、共有のパジャマ、丸太のベンチで、切り株のベッドで、もう一つあるんだよね。実は会場にて
ある一定の金額以上を購入すると先着で100名様に日替わり全4種類の付箋がもらえたそうです。せーの、はい、こちらの付箋の方いただきました。はい、で今回名古屋の方であったすみっこ暮らし店っていうのはすみっこ暮らし何周年ですか？5周年。はい、5周年を記念した展示イベントだったそうです。はい、でこれ以外にもなんか大きいすみっこ写真撮れるやつとか、あと原画すみっこ暮らしのほら書いてある絵のコーナーとか物販以外にもいろいろあったそうです。はい、見るだけでも楽しいし欲しいものがいっぱいありすぎて困ったんだよね。うん、たくさんすみっこ暮らしのグッズが集まりました。すみっこ暮らしの好きなあなた、もう行かれましたか？まだ開催日が残っているのでぜひ行ってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。これどこ？最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。そう、この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。